はい。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。Japanese with Yuka 101の Yuka です。今日も一緒に日本語を勉強していきましょう。今日はね、二つの文法を紹介します。一つはまみれ。もう一つはだらけ。使い方、意味がちょっと似ているので、これセットでお紹介しますね。まみれは JLPT N1。だらけは JLPT N3 で勉強します。では、まずはストーリーから見ていきましょう。 はい、息子ですねただいまママ友達も来たよと息子が言っています息子は、えー、この中の一人かなはい、そこでお母さんがいらっしゃいみんな外で靴の泥をよく落としてから入ってねはいいいですよね子供たち たくさんが遊んだので、多分泥で汚れていますから、お母さんが、はちょっと外で靴の泥をきれいにして、それから家に入ってね、と言っていますね。はい。では、3人、子どもたちが家の中に入りました。今、玄関、こんな感じですね。そこで、また玄関がガチャ。えー、お兄ちゃんかなお父さんかなも汚れてますね。<laughs> はい、彼も家の中に入りました。ガーン、もっと汚い。またドアが開いて、今度は、犬ですね。はい犬も一緒に遊んでいたようです。はい、じゃあ皆さん、ここで質問です。お母さんが言います。A、ああ、玄関が泥だらけだ。B、ああ、玄関が泥まみれだ。 はいこれ A か B どちらか一つだけ正しいですどっちが正しいと思いますかはい正解は「だらけ」ですああ玄関が泥だらけだと言います。はい皆さん玄関というのはこの靴を脱いだりするこのスペースのことですね。 はい。では皆さん、だらけとまみれの違い、使い方を紹介します。はい。だらけというのは、〜何々に、〜何々がたくさんあるという時に使います。今、玄関には泥がたくさんありますよね。こういう時にだらけを使うことができます。そして、悪いことに使うことがほとんど。 もうこのナウンがいっぱいでよくない、嬉しくない、嫌だなっていう,こう嫌な気持ち、マイナスな気持ちの時にだらけを使います。はい、じゃあまみれですね。まみれっていうのは何かの表面、表面っていうのは見えるところね、見えるところ全体、全部に汚いものとかよくないものがついている。何かの表面全体に 汚いものや良くないものがついている。はい、見てみましょう。全体っていうのは全エリアです。はい。玄関というのは、ここ全部ですね。はい。ここ、サイドとか上には、えっ、ー、と、泥ないですよね。ここだけ。全部じゃないので、まみれは使えません。わかりますかはい。そして、えー、このまみれも汚いものとか良くないものですね。 はい、じゃあ皆さん玄関が泥だらけだこれは正解でしたみんなが泥靴のまま入るので玄関が泥でいっぱいでしたよね、はい、そして玄関が泥まみれだこれは上や横ドアには、えー、泥はついていなかったので泥まみれは使うことはできないです、はい、でも例えばここ 玄関マットが泥まみれだ。これはいいと思います。表面、サーフェイスがに全部に泥がついている。玄関マットっていうのは玄関の、えー、ラグね。はい。これは OK ですよね。はいではもう少し例文を見ていきましょう。そのシャツ、シワだらけだよ。ちょっと待って、今アイロンかけるから。はい。 ここれはこのシシャツにたくさんシワリンコがあると言っていますシワでいっぱいと言っていますよね。ちょっと待って、アイロンかけるからですね。はい。ベッドの下からほこりまみれの古い写真が出てきた。はい。すごく古い写真ですよね。はい。ベッドの下に多分ずっとあったので、もう全体、サーフェイス全部がほこりでいっぱいです。 ほこりまみれね。はい。毎日残業して汗まみれになって働いてるのに、給料これだけ。嫌になるよ。本当だよな。人生つらいことだらけだよ。はい。これは山田さんが、えー、人生はつらいことでいっぱいだと言っていますね。 Full ですよね田中さんは毎日残業夜遅くまで残って仕事をして、えー、本当に汗がたくさん出るくらい頑張って働いているでも給料はへこんなに少しもう嫌になる嫌だって言ってますね。はい、では次夜道を歩いていたら血まみれのナイフが落ちていた。 女の人が「へっと言っていますが怖いですよね、はい夜道を。夜の道を歩いていたら、はい、もう全体が血,血で覆われているナイフが落ちていた血まみれですね、はい。頑張って書いた作文は間違いだらけだった。はい、先生が直していますよね、はい。間違いがたくさんあったと言っています。はい、じゃあもう1個ね。 毎晩チョコレートを食べていたら虫歯だらけになっちゃった。歯医者行きたくないよ。はい。虫歯というのはキャビティですね。ここに虫がいますね。虫が虫歯を作ってる虫歯です。キャビティね。OK。じゃあ皆さん次はじゃあだらけ、まみれ、どっちかなクイズやりましょう。いくよ。だらん。一人暮らしの彼のアパートに行ったらゴミだった。 だらけ、まみれ、どっちかなひとりらしの彼のアパートに行ったらゴミ、うんうん、だった。はい、行きますよ。正解はだんだらけが正解です。ゴミだらけだった。ゴミがゴミでいっぱいだったということですね。ねはい、次。 車の修理をしたら手がんまみれになってしまった。車の修理をししたたら手がままみれになってしまって、はい、これはちょっと漢字の問題ですね。はい、手全部が何になったのかなはい、ダン。はい、皆さんこれ漢字、油です。 油まみれオイルですよね。グリースオイル。グリースオイルは油と言います。手が油まみれになってしまった。ベタベタです。あはい。次。レポート書いたんだけど、ちょっと見てくれないかな。うん、いいよ。うーんチェック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 。うーん 内容は悪くないと思うけど、誤字だよ、もう一回書き直さないと、はい。はい、これは誤字だらけですね、はい。誤字というのは間違った字ということです。はい、間違った字がたくさんだよ、もう一回書き直さないとと言っています。 はい、じゃあもう一個。A さん。あの女優、もうすぐ離婚するんだって。えどこで聞いたのネットの掲示板に書いてあった。ネットの情報なんて嘘なんだから、簡単に信用しちゃダメだよ。 はい、行きますよ。正解は？これ両方 ok です。はい、ちょっと意地悪 <laughs> はい。皆さんじゃあ見ていきましょう。あの女優もうすぐ離婚するんだって。離婚すると聞きましたと言っています。b さんがえどこで聞いたの？どこで聞いたんですか？a さん、ネットの掲示板掲示板というのは、えー、自分の意見や持っている情報をシェアね。シェアするところですね。 はい、掲示板と言います。ネットの掲示板に書いてあった。B さんがネットの情報なんて嘘がたくさんだから、それからもうイメージで全部サーフェイスこう、嘘嘘,嘘嘘嘘嘘嘘っていうこともできます。なのでまみれも OK。嘘だらけ、嘘まみれ。まみれっていうともっと悪い印象があります。はい、だから、簡単に信用しちゃダメ 信じてはいけませんと言っていますね。はいでは皆さん、どうでしたか今日はえっは N1 と N3 の文法まみれだらけを比べながら2つの文法を紹介しました。よかったよ、ゆかさんっていう人、いいねボタン、それから日本語を勉強している友達、知り合いがいたらぜひチャンネルシェアもよろしくお願いします。じゃあまた次のレッスンで会いましょう。皆さん、今週も元気に過ごしてね。じゃあね。